ようこそ実力至上主義の教室へ2年生編待望のアニメ化決定ということで、今回は妖術のアニメ化速報動画になります。本日開催されている MF 文庫 J 夏の学園祭2024の妖術ステージにてアニメ4期の決定が先ほど発表されました。いや正直ね、イベントのなんかこうレクリエーション的な中でのめちゃくちゃぬるっとした発表だったので予想外すぎてびっくりしましたが、いやー来ましたね。まあ、妖術のアニメといえば今年の1月放送で1年生編のラストまで映像化されてましたよね。アニメのね続編はまあさすがにあるとは思っていたんですけど、予想よりも早い発表で結構びっくりしました。まあ、妖術アニメってね賛否両論あるんですけど、個人的にはね感想動画を毎週アップするくらい楽しんで見ていたので、純粋に2年生編のアニメ化は嬉しいです。まあ、ストーリー的にもね2年生編は確実に1年生編を超える面白さなので、それを映像で見れるっていうのは今からワクワクしますよね。まあ、2年生はねあれこれと衝撃的な展開も多いので、まあ、どんな演出で楽しませてくれるのか、そしてねアニメ組がねそれを見てどういう反応をするのか、いやめちゃめちゃ楽しみです。ちなみに今回の発表はキービジュアルのみの発表となっていまして、制作会社なんかの詳細な情報は後日発表となっています。ただキービジュアルを見る感じね、結構これまでとタッチが違う感じもするんですよね。ちなみにね全体集合イラストを比較するとこんな感じ。4期のキービジュアルは、まあ、全体的に線が細い感じで、なんとなくね2年生編のコミカライズに近い印象ですね。というかねキービジュアルの矢神の瞳がねめちゃめちゃキラキラでちょっと笑っちゃいました。まあ、キービジュアルに関してはねマジでその時々でデザインがまちまちなので、これだけで制作会社が変更になったって考えるのはまあ早計かなと思います。個人的な予想としては8割方これまでと同様にラルケなのかなとは思っています。あとね放送時期がどうなるのかっていうところですよね。できればね来年中の放送になってほしいですけど、どうですかね。仮に来年放送になるとしてもね、おそらく来年後半になると思うので、まあ、実際にアニメが見れるのは最速でも1年後くらいにはなりそうです。それとね今回2年生編1学期って書かれているので、どこまでアニメ化するのかもある程度予想できますね。てかわざわざ1学期って書いているっていうことは2学期もやるっていうことでいいんですかね。個人的にはね2年生編は後半に行けば行くほど面白くなるので、どうにかね後半戦までアニメ化してほしいです。まあ、何やともあれね妖術のアニメ4期かなり楽しみです。ということでね、今回は速報動画っていうことで、妖術のアニメ4期決定の情報をお届けしました。まあ、皆さん的にね、いろいろと感想があると思いますので、ぜひコメントで書き込んでいってください。またね、妖術関連新情報出たら動画で話していこうかなと思っていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。MF 文庫 J のイベントはね、まだまだ続いていますので、今後の続報にも期待ですね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。